んにちは、まちかなチャンネルの松本かな子です。見てください、もうね最後の方の桜ですけれども、今日も桜の木の下で歌いたいと思います。今日チャレンジする1曲は1973年の7月1日にリリースされましたかぐや姫さんの4枚目のシングル、僕の胸でおやすみです。この曲は作詞作曲が山田嗣人さんです、かぐや姫で初めてのオリコンのシングル売り上げベスト100にランクインした曲です。累計で25万枚の売り上げを記録しました。すごくね、こうせつさんのライブにもよく行かせていただいたんですけれども、ね、ちょうどこの頃かな、グリーンコンサートとか、ね、日比谷野外音楽堂とかでね、はい、聞いたんですけれども、南こうせつさんの歌にチャレンジしてみたいと思います。それでは聴いてください。それでは聞いてください。僕の胸でおやすみ。君の笑顔の向こうにある悲しみは僕の届かないごめん、間違えた。君の笑顔の向こうにある悲しみは僕の届かないところにあるものなのか。二人で歩いてきた道なところにあるものなのか。
ありがとうございました。マツカナチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。いやーね、南こうせつさんの事務所の社長田中さん、お元気でしょうか。マツカナは那須塩原でこのように歌ってますけど、なかなかまだまだお前は下手だなって言われますね。でもね、田中さんのおかげでギターをはじめ歌を歌い、今もこうして歌い続けています。ね、本当にフォークソングのね、かぐや姫さんとかね、いい曲たくさんあります。そんな曲ももっともっと練習して歌っていけたらなと思います。それでは明日も元気にマツカナチャンネルでお会いしましょう。ありがとうございました。